今回は関節可動域のシリーズとして、関節可動域障害に対する理学療法の治療戦略についてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。こちらの関節可動域障害に対する理学療法の治療戦略なんですが、治療戦略という体系にのっとった方法としては、こちら2つですね。関節スティフネスの治療原則と、軟部組織に起因する関節可動域障害の治療原則、これらがあります。こちら関節スティフネスの治療原則としては、まずはじめはこちらですね。関節の副運動の改善を目的に、方法としてはモビライゼーションを行います。この副運動というのは関節の遊びですね。骨同士を動かした時に、どれだけ遊びがあるのかっていうところが、副運動になります。これを改善させるためにはモビライゼーションという、関節を動かす手技を行うということになります。その後はこちらですね、生理学的運動の改善、これを目的として、方法としては筋の持続的ストレッチおよび多動運動を行います。この生理学的運動の改善というのは、いわゆる関節の、曲げたり伸ばしたりというような動きを意味しています。これらを目的とした方法としては、こちら一般的な、ストレッチと多動運動、これらを行うということになります。ですので、こちらの一般的なストレッチや多動運動をする前に、まずはこちらの関節の副運動ですね、それが、どの程度あるのかっていうのを調べる必要があるということになります。で、こちらの第2フェーズのところで、関節を曲げたり伸ばしたりするフェーズの時には、同時にこちらの筋力の改善を目的として筋力増強運動も並行して行うということになります。この順序で行う理由としては、関節構成組織への負担の軽減と安全性に対する考慮、そして関節軟部組織への血液栄養供給の改善促進にも効果的であると言われています。ですので、繰り返しになりますが、いきなりストレッチや多動運動を行うのではなく、まずは関節の副運動ですね、そちらに対する治療を行うということになります。次にこちら軟部組織に起因する関節可動域障害の治療原則なんですが、最初のフェーズはこちら伸長位で保持すると、これが大体2週間程度ですね。その後は関節構成体の柔軟性を維持するため副運動の改善を図ります。そして大体6週目を境として軟部組織が修復されるので多動的ストレッチを実施するというような流れになります。こちらの治療原則としては、前提として、軟部組織が損傷して、そこからの改善ですね、改善と同時に行う治療原則になります。このように関節可動域障害の予防と治療は早期から開始すべきであり、固定は短期間にとどめる。軟部組織の損傷の程度にもよるんですが、2週から6週目までは自動運動で可能な限り可動域を維持すると言われています。今回治療戦略として、関節のスティフネスと軟部組織の治療原則、共に共通することなんですが、いきなりストレッチや関節可動域運動を行うのではなく、まずは関節の遊びですね、関節の遊びが得られているかどうかをまずは確認すると、そして、関節の副運動自体が低下しているようであれば、まずはそちらの改善を図るというのが、共通した原則になるかと思います。このようにここから読み取れるのは、どのような原因であれ関節可動域の障害がある場合は、まずは関節の遊びを確認してから、ストレッチや多動運動を行うというような流れが一般的かと思います。今回は関節可動域障害に対する理学療法の治療戦略についてご紹介しました。今回は以上になります。